車番と製造を名盤台北都市運381型電車、または C381 型電車は2012年から台北都会区大衆早運系統で運用されている通勤型電車。文庫線を除く路線で運用されている通常規格の高運量電車としては5世代目、日本製としては3代目にあたり、新技線。 松山線開業に備えて24編成48組144両が配備された。7編成を川崎重工が残り17編成を台湾車両講師が受託製造している。部品点数の半数以上が全世代の371型と共通でその後継派生型とされている。形式名は台北市政府派や運行定局の 秘伝工程入札番号 CG391 と後年に追加発注された CD311A のうち新技船のものに由来する。実際の車両番号とは必ずしも一致しない。またその後の配備再編のため土壌船には投入されていない。2010年4月16日に量産先行車となる第1編成がロールアウトし5月25日に 北東器省に搬入された。同年9月までに、順次第7編成までが納入された。台湾車両工師担当分の内量産先行車は2010年6月22日に、量産車6編成は2011年4月から7月に、納入されている。新規、松山専用は2012年1月に全数が、追加調達の2ユニット1編成は2013年8月に、 落成している。2012年10月7日から、淡水新店世線で順次営業運転に投入された。新店世線での車体側面の行き先表示英文表記での行き先表示主に371型と比較しての相違点、類似点を述べる。各車両4扉共通だが、従来形式よりも流線型、曲面デザインがより強調された、先頭形状、 先頭と側面の青もに本線を採用、全面ヒー扉の窓が追加など、過去形式との判別は容易である。客室天井高さは、中間部が 2060mm、両端が 2000mm で371型と同一。ドアは幅 1.5m、高さ 1.86m の外扉機式、プラグドア。客室内は、 先頭車運転室背後に折りたたみ式の座席を一席設置、自転車固定装置も含めて、来た都市で初の事例となった。両ドア間には、円形と曲線三差を組み合わせたスタンションポールが、ドア間窓上部は従来はなかった、啓発広告用 LCD のパネルが、各車両ごとに、計6台設置されている。ドア上には、LED の一行案内表示器があるが、 自駅案内時に、台安森林公園駅など全角6文字を表示できるよう改良されており、ラインカラーの表示も下方に1本から左右に2本と変更されている。座席配置は、中間車は、ドア横のロングシート、ドアガンの相半式固定クロスシートが L 字型に向かい合う形で、両先頭車はオールロングシートだが、運転室から数えて1度雨と2度雨の間。 三度雨と四度雨の間は全く座席がなく、倉かに荷棚が設置されているだけである。連結面は台湾鉄路管理局 EMU800 型同様の転落防止ホロが採用され、ロープ状だった従来車よりさらに安全性を増している。運転台の TCMS の記憶容量は371型の3日分から18日分と大幅に増加している。 2017年7月末から全車両に無料 Wi-Fi TPE Free AD Wi-Fi が翌2018年5月からは速度を向上した車内専用の TPE Free AD Wi-Fi カーのサービスを開始した。制御電動車中間付随車中間電動車の3連ユニットで2ユニットを前後に連結して 4M2T の6両編成としている。 放射表記は東欄における便宜的なものであり、XX は奇数、U は偶数を示す。頭の一桁が台北都市運共通の車種、二桁目は381型固有の5、下二桁がユニット番号となっている。鉄白模型から怪力車、N ゲージが発売されている。ありがとうございます。